皆さんこんばんは。本日のマッチはワンチョーヘンダー対 FC ソウル、エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説は七海さん、はい、よろしくお願いします。今前半キックオフになりました。ワンチョーヘンダー対 FC ソウル、エキシビションマッチをお届けしてまいります。注目していきましょう。肩を走らせる、これを読んでいた、懸命のクリア。まだありますよ。アクション、ここはファールをもらってしまいます。もう一つ前に行きたい、ファールをもらいます。さあ誰に合わせてくるのか。セットプレーのチャンスが続きます。この右サイドへ振って反寸状、さあカウンターを仕掛けます。ましたね。さあ抜け出した、どうする、シュート、ボールがこぼれる、ここで受けるシュート、焦ったでしょうね。不安定としてはあそこで決められなかったのはちょっと痛い。ここは先に触ります。ワンボーエン、どうする、ワンボーエン、浮かせて裏を狙う、うわ面白い。裏のスペースに置きに行く、早めにはたいておきたい。チェヒョジン、ハンスンジョ、前半30分を過ぎたところです。さあ両チームともこのまま0対0で折り返すんでしょうか。セーダー、ワンボーエン、このパス越えるか、インターセプト、長いボール裏へ落とす、ここで受ける、前半40分を過ぎました。サイドを使う、いやサイドから一気にチャンスになりそうですね。お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まります。いい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね。とボールは
線へのボール、自分で行く、ラインの裏狙いましたね。このボールをカットします。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。名波さん、前半ご覧になってどう思われました？この後は監督の采配というのも勝敗に大きく影響してきますからね、うん、どのタイミングで誰を投入してくるかというのも注目ですね。そうですね、チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合、引き続きセカンドハーフに突入します。前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。セカンドハーフ見ていきましょう。出ましたね、シュート、ゴール。後半で試合が動きました。先制ゴールが決まりました。後半立ち上がりのゴールでしたね、まあ、ここから相手が修正してくる前にもう1点取りたいですよね。このスルーパスは通りません。さあカウンターのチャンスになります。このボールはつながりません。グランジョーとしては後半の入りに点を取ってリズムが出てきましたよね。このパス越えるか、シュート、ゴール。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、まあ、シュートもそうなんですけど次のプレーをイメージしたコントロール、はい、ここが全てだったと思いますね。今日2点目のゴールです。さあ、ワンジョーヘンダー、さらに1点を追加し2対0としています。ここはファールです。イエローカードです。2枚目となりました。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ワンジョーとしては攻めるのか守るのか、チームとしてさあ、ワンジョーヘンダー2点のリードで優位に試合を運んでいます。フラッグは上がっていません。ボールコントロール、これを打てるか、シュート、まだありますよ。競り勝ちます。後半の21分が経過しました。サファエル・コスタ、どうする、裏を狙う、このボールがつながります。抜けてくる、まだある、ボールはクリア。しまうんでしょうか。これで3点差です。ライティングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。
さあグアンジョーヘンダー3対0と差を広げています。パパエオコスタ、まだ危ないですよこれ。このボールに触ります。さあ残り15分、ファンスンジョ、チェヒョジン、ボールは収まりません。浮かせて裏を狙う、こういうオーバーラップですね。残り10分、縦にボールを送ります。サイドのスペースを使う、サイドフリーですね。ここはオフサイドありません。ヘッド、おっとクロスから合わせましたが及びません。得意の形に持ってきましたよね。ここも堅い守りでボールを奪います。後半残り3分というところか。非常に集中していると思いますね。アファヤオコスタ、アディショナルタイムは4分あります。思ったよりありましたね。ファンスンジョ、そしてここで最後の笛、3対0、グアンジョーヘンダー一方的な勝利、決着相手を寄せつけませんでした。さあ七海さん、試合を振り返っていかがでしょう。グアンジョーとしては完勝と言ってもいいんじゃないでしょうかね。終始自分たちのペースでした。